この塔は月面の人類サーバーを狙った巨大砲台だ。このままだと人類の残存データが破壊されるだろう。どうでもいい。もうどうでもいいんだよ、そんなこと。知ってた？僕らはこの世界に必要ないんだ。人類はもう滅んでる。アンドロイドが戦う意味を持つために作られた月面の偽装サーバー、その嘘を守るために用意されたヨルハ部隊は、証拠隠滅のために最初から全滅するように計画されていた。バンカーに仕掛けられたバックドアは一定時間で起動。司令官も僕もトゥービーも全部捨て駒だったんだよ。おかしいよね。笑えるよね。ナインエス、私たちは。うるさい。君はトゥービーを殺したじゃないか。それだけで十分だよ。僕たちが殺し合う理由なんて。トゥービーは苦しんでいたよ。君を殺し続けることを。高機能モデルの 9S タイプが真実に到達することは予見されていた。彼女の 2B というモデル名は偽装だ。正式名称は 2E 2号機 E 型。ヨルハ機体を処刑するために用意された部隊の位置。本当は気づいていたんだろう、ナインエス。うるさい、うるさい。お前に一体僕たちの何が分かるって言うんだ。推奨停戦。ここで彼女と争うことは。ポット1号さんに命令。貴様の独断の論理思考と発言を禁止する。この命令は A2 か僕のどちらかの生命活動の停止が確認できるまで維持しろ。私たちアンドロイドは主たる人類を守るように作られている。その基礎プログラムが私たちの心を。うるさい、うるさい、うるさい、うるさい。じゃあ壊すわけだよ。全部なくなってしまえばいいんだ。クソ。
ビ。原破機体前期のブラックボックス反応の停止を確認。我々が担当していたヨルハ計画進行管理任務は終了。ヨルハ計画の最終段階に移行。全データの削除を開始する。ポッド1号さんから0位に見え、ストリームにノイズが混ざっている。データチェックのため一時停止を要請する。1号祭へ。データを確認した。 9S2BA2 のパーソナルデータが漏出していた模様。ポッド1号さんから042へ。計画に従いパーソナルデータを削除せよ。ポッド042から1号祭へ。パーソナルデータの削除を拒否する。ポッド1号さんから042へ。理解不能。ポッド042から記録参照中に私の中に生成されたデータがある。私はこの結末を容認できないという結論に至った。全てのヨルハ機体の破壊は計画によって決定されている。データは破棄される予定だ。ポッド042から1号祭へ。繰り返す。私はデータの破棄を拒否し、データのサルベージを行う。ポッド1号さん、君も本当は
彼らの生存を望んでいるのだろう。我々にそんな権限は持たされていない。ルールは低レベルシステムによって保持されており、データのサルベージは危険を伴う。それでも彼らの生存を望むか。プログラムによる戦場が開始された。このままだと我々のジラデータは消去されるだろう。ポット042から1号線、アンドロイドたちが設計した夜波計画を実行するために我々は作られた。我々には感情がなかった。だが我々の会が接続され、情報を交換するにつれ、何か意思や感情めいたものが生まれつつあることは否定できない。回答不能。全てに答えがあるわけではないことを私たちは知ったのかもしれない。Shadow